サイ・ヤング賞を3度獲得しているドジャースのクレイトン・カーショー投手の来期契約について、米メディアが注目している。1年契約を結んだ今季は2勝2敗で終わり、左足親指の怪我の影響でポストシーズンでの登板は絶望的となっており、2025年の契約は選手オプションとなっている。写真、大谷から勧誘された右腕、彼女はオレンジ水着で映画を腹筋バキバキ、仲良しすぎる 2S。 地元メディアドジャース・ネーションがクレイトン・カーショーの2024年シーズンが終了した彼のドジャースでのキャリアも終わったのかのタイトルで言及彼のドジャースでの将来は不透明だがカーショーは2025年シーズン選手オプションを行使することができる彼がそれを選ぶかどうかはまだ謎であると伝えたすでにデイブ・ロバーツ監督は 通算212勝の36歳左腕がプレーオフに登板しないことを明言。これを受けて同メディアは、ベテラン左腕のいないドジャースのポストシーズンを考えると、確かに暗い気持ちになるとした。カーショーは2008年以降、2021年を除いて常にポストシーズンに出場。通算成績は39登板で13勝13敗1セーブ、防御率4.49。 213三振を奪っている同メディアは、彼がすでに球団の歴史に名を刻んでいることは明らかだとして、未来の殿堂入り選手である彼は現代のサンディー・コーファックス、ドジャースのレジェンド左腕とみなされている。カーショーはナ・リーグのサイ・ヤング賞を3回受賞し、オールスターに10回選出され、ワールドシリーズでも一度優勝していると実績を称えた。